近代的空気調和設備を発明したことで知られている。ニューヨーク州アンゴラで生まれる。時計やミシンなどの修理を趣味としていた。数学が得意で1895年にコーネル大学に進み、1901年に機械工学の学士号を得て卒業。その後、ヒーター、ブロワー、 換気システムなどを作る企業バッファローフォージカンパニーに入社しヒーター部門で材木やコーヒー豆を乾燥させるヒーターシステムの設計に従事した。1九百二年七月十七日ニューヨーク州バッファローで働いていた頃ブルックリンクのサケットウィルヘルムズリトグラフィングパブリッシングカンパニーに納入した装置に品質問題が発生しその対策として キャリアが書いて送った設計図が後に世界初のエアコンディショナーと呼ばれることになった。この1902年に設置された装置は湿度制御を追加したものだったことからこれをエアコンディショナーの誕生とする。一般に空気調和には次の4つの機能が必要である。温度制御湿度制御空気循環と換気の制御空気、正常化さらに数年間改良と 実地試験を重ね、1906年1月2日、キャリアは自身の発明の特許を取得し、この世界初の噴霧式空調装置をアペラタスフォートリーティングエアと呼んだ。水を加熱したり冷却したりすることで加湿と除湿ができるよう設計されている。この装置の1号機は1906年末にラクロス、ナショナルバンクに納入された。1906年、 キャリアは結露し始める温度と湿度には比例関係があることを発見した。この発見に基づき新たに自動制御システムを設計し、1907年5月17日にその特許を出願。1914年2月3日にその特許を取得した。このためキャリアは露天制御の発明者でもある。1911年12月3日。 アメリカ機械工学会の年次会合で、キャリアは、空気調和における最も重要かつ画期的な論文、ラショナルサイクラメトリックフォーミュラを発表した。この論文は、相対湿度、絶対湿度、露点温度の三者の概念を互いに結びつけたもので、与えられた条件に合うように、空調装置を設計することを可能にするものだった。 1914年に第一次世界大戦が始まると、キャリアが12年間務めていたバファローフォージカンパニーは、新規開発をやめ、製造のみに特化することを決めた。このため、キャリアを含む7人の若い技術者が貯金を集め、32,600ドルで会社を設立した。これが、キャリアエンジニアリングコーポレーションで、1915年6月26日に、 ニューヨーク州で設立したが、間もなく、ニュージャージー州ニューアークに移転した。遠心系冷蔵機を開発し、1920年代には、建物の冷房のための空気調和設備の市場が、急激に成長したが、1929年10月のウォール外大暴落の影響で、会社は、財政的に行き詰まった。翌1930年、同社は、ブランズウィック、 クロッシェルカンパニーとヨークヒーティングベンチレーティングコーポレーションと合併してキャリア社となりウィリスキャリアは会長に就任したニュージャージー州やペンシルベニア州の4つの都市に拠点を持つようになり1937年にはニューヨーク州シラキュースに本社を移転したニューヨーク州では最大の雇用を生み出した企業の一つとなった1930年には日本に 東洋キャリア工業株式会社を設立している。朝鮮半島にも工場を設立した。世界恐慌によって空調設備の導入は遅れることになった。ウィリスキャリアは1939年のニューヨーク、万国博覧会で未来の空調を展示したが、それによって空調設備の人気が回復する以前に第二次世界大戦が始まった。戦後になり、 やっと空調設備市場が急速に発展することになった。キャリア社は大型の冷蔵庫の設計製造を最初に始めた会社である。また、空調の進歩により産業全体の夏季の工業生産能力が大幅に改善された。また、1920年代から住宅用空調設備が導入されたことでサンベルトへの移住が促進された。 同社は1980年に、ユナイテッドテクノロジーズの参加となった。キャリア社は、今も、空調や、冷蔵の分野で世界をリードしている。2007年の売上は150億ドル以上で、従業員数は、約4万5千名である。ウィリス・ハビランド・キャリアは、デュエイン・ウィリアムス・キャリアとエリザベス・アール・ハビランドの、息子として、 ニューヨーク州アンゴラで1876年11月26日に生まれた。母エリザベスは父を1868年に亡くし、結婚するまでおじの家で暮らしていた。ウィリスという名はそのおじの名である。キャリア家で最初にアメリカ大陸に移住したのはトーマスで1663年のことである。このトーマスはウェールズで1622年に生まれたという証拠が。 あり、一種の政治亡命で、アメリカに移り住み、その時に、キャリアと名乗るようになった。トーマスは、マサチューセッツ州アンドオーバーの最初の移民者の娘、マーサと結婚した。土地の境界線争いで、アンドーバー町役場に抗議したことがもとで、マーサは、魔女として告発された。二人の息子も母親が魔女であることを認めるまで、吊るされた。マーサは、 最終的に逮捕され、有罪宣告され、1692年8月19日に、公主刑に処された。キャリア家は1799年までニューイングランドに住んでいたが、ウィリスの祖,祖父母の時代に、ニューヨーク州マディソン郡に移住し、1836年には、さらに西のエリー郡に移住した。そこで農場を購入し、その農場で、ウィリスが生まれた。 父デュエインは原住民に音楽を教え、雑貨店を経営し、一時は郵便局長も務めた。母、エリザベスの先祖は17世紀にニューイングランドに移住したクエイカーだが、エリザベスはクエイカーではないデュエインと結婚した。エリザベスはウィリスが11歳の時に亡くなっている。キャリアは3度結婚しているが、子供ができず、2度目の妻の連れ子2人を養子にした。 3人の妻ともどもバッファローのフォレストローンセメタリーに埋葬されている。ありがとうございます。